急に牛乳と卵が欲しいっつうから何かと思ったけんど、まさかオラのためにこんな立派なケーキ用意してくれてただなんてな。オラの食材とあんちゃんの腕、これは二人の共同作業ってことに。なんでもねえ、気にしねえでけろ。それにしても食べるのがもったいねえいいケーキだな。でも食べなきゃ食べねえでもったいねえよな。オラ一人で食べるのも申し訳ねえし、エリザベスパークのみんなで食べるべか。みんなで過ごすのがオラにとって最高の誕生日だべ。アンガとな、アンちゃん。